私は寂しい子供でした。遊び友達をなかなか作られず、一人で遊び方法を見つけました。自分でおもちゃをいろいろ作りました。はじめは父の倉庫にあった道具や物を使って、木の車や飛行機を作りました。それがデザインが好きになったきっかけだと思います。高校生の時、私と友達が自分の車が欲しかったのですが、買えなかったので、自分たちの車を作ろうとしました。その時、私は将来デザイナーになろうと決心しました。そして、大学でデザインを勉強して、遊び喜びを繰り返し、発明やデザインが現在の世界変えたか、理解できるようになりました。その世界はみんなが思っているよりもっと遊び心が多くて遊戯的なので、それを今日皆さんに発表したいと思います。4万3000年ほど前、異なる虫たちの死後にその骨を使って人間の手でフルートが作られました。想像してみてください。今あなたは4万3千年前住んでいる原始人です。木の起こし方を覚え、狩りの使うシンプルな道具を作り、動物の顔から服を作ることを学びました。次に皆さんだったら何を発明しようと思いますか？フルートという役に立たない道具を作るなんて馬鹿げたことに見えますが、それがまさに我々の先祖がしたことでした。そしてこれは発明の歴史にたびたび起きていることなのです。人々が発明をするのは生きるためだったり、子供に何か食べさせるためだったり、ダネリの村を征服するためだったりします。しかし同じように、一般に単に楽しいからという理由で新しいアイディアが妙に出されているのです。現在の最も重要な発明として、コンピューターを例にとってみましょう。よく聞く説明は、コンピューターは軍事技術から生まれたというものです。しかし、コンピューターの起源は、みんなが思っているより、もっとずっと楽しくって、音楽的でさえあるのです。フルートの原理は、数値に空気を送って、音を流すというものですが、そこから最初のオルガンが2000年以上前に作られることになりました。誰かが小さなレバー指で押すときに音が出るようにするという素晴らしいアイデアを思いつきました。すると次に最初の鍵盤が発明されました。鍵盤はオルガンから拍子コードへ進化していました。そして19世紀に鍵盤で音の代わりに文字を打つというアイディアをある発明者が思いつきました。実際に最初のタイプライターは書くための発声コードと言われていました。フルートと音楽はさらに大きな発明へとつながりました。1000年ほど前、バグダードに住む3兄弟が自動オルガンを結成し、設計し、自動演奏機と名付けました。それは大きなオルゴルのようなものでした。このオルガンは、エンドに配置したピンによって、さまざまな曲が演奏できました。そして、異なるエンドを入れ替えたら、曲に変わりました。これはその種のものとして最初のもので、
これからも可能でした。そしてヴィクトリア時代の発明者チャールズ・バーベージにインスピレーションを与えて解析機関が作られました。最初の真にプログラム可能なコンピューターでした。そのような強力なアイデアをもたらしたのは必要なものではなく、ただ機械が音楽を演奏するという話から思いつきました。だから考えてほしいのです。現代のコンピューターを可能にしたものは何だったかと。分実的応用というのは歴史の中で大きな要素ですが、コンピューターの発明には他の要素も必要でした。フルート、鍵盤、オルゴールなどです。これは話の小さな一部でしかありません。遊びから生まれた世界を変えたアイデアがたくさんあります。ゴム、確率論、美術館、まだまだあるのです。必要が辰巳の母とは限らないのです。本質的なのは遊び心で、単なる楽しみや娯楽として始まったものが重要な発明につながる可能性もあります。フルート、オルゴールなど遊びの用途でただの娯楽としてしか見えませんが、それは世界を変えた革命の起源だったのです。人々が楽しんでいる場に世界を見ることができます。子供の頃に父の底で使ったおもちゃ、高校生の時楽しかった車作り、これらを原体験として私も遊びを大切にし、デザインの世界で学説にしたいと思います。聞いてください。